本兵に残された、選挙の落書き、民衆の話し言葉、俗ラテ天語で書かれており貴重な資料である。俗ラテ天語は、ロマンス語の祖語で、ローマ帝国内で話されていた口語ラテン語のことである。ローマ帝国崩壊後、地方ごとに分化し、現在のロマンス諸語になった。古代ローマから現代にかけて使用されてきたラテン語は、基本的に文献に残る文語のことであるが、これに対し交語 つまり、民衆の話し言葉があったことが、文献に残されており、これを俗ラテ天語という。ただし、俗を意味する、ベルガーという言葉には、下品な、そやな、癒しいなどの意味があるため、民衆ラテン語、ロマンス祖語などの用語を主張する学者も多い。なお、セルモ・ビルゲリスとは、日常の言葉の意味の古典ラテン語であり、下記の音韻の変化に従えば俗ラテ天語では、セルモ・バルガーとなる。 古典ラテン語には単母音 a e i o u y、長母音 r a, a e o u、二重母音 I, a u o e a u i、e, がある。俗ラテン語では r a a e e i o o u u i i e o e a u o i e u o o e o y i i が生じ、右表のようになった。下は。 第一変化名詞のローザに上記の音韻の変化を加えた仮想的な表であるが、単数では主角、対角、脱角と属角、予角がそれぞれ同型になっているのがわかる。名詞全体にこのような変化が起こったため次第に角語尾の区別がつかなくなり消失した。また区別が消失する過程で複数型はラスペツアリミニ線を基準に西の地方では対角、東では 主角で代表されるようになった。第二変化名詞が、音韻の変化を被りもともと単数主角、複数主角、複数対角にしか違いのないマイナスアス型と、ウム型が混同され、ウム型の大部分を占める中性名詞は、男性名詞として扱われるようになった。また複数型で使われることの多い名詞は、主角のマイナス A が、女性型と、同じなので女性型として扱われるようになった。 ラテ天語では、前置詞を二つ三つ合わせた複合前置詞が現れた。ロマンス語に受け継がれているものには、下のようなものがある。古典ラテ天語では副詞を作るのにケリスマイナスケアや、アケルマイナスアクリターのように引くえあるいはアッターをつけるが、ラテ天語ではこの方法は失われ、形容詞の女性型にメンテをつけるようになった。このメンテは、元はメンズの単数脱角で、形容詞メンテで、 な気持ちで、の意味であったのが、心の意味がなくなったものである。この用法は、紀元前1世紀のカトゥルスの文章に参見される。ウー to ク,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 ク、ジャムイラノンベルト、ツ、クウォーク、インペティンズ、ノーリー・ NEC、クエイフギト・セクテア、NEC、マバイザー・ビーブ、セット・アブスタナ・タメンテ・パーファー、アブジューラ、シノビオ、カトゥルス・エイト、ありがとうございます。